ミショ不動産の山本です。今日はですね、民泊についてちょっと話をしたいなというふうに思います。正直今民泊運営めちゃくちゃ盛り上がってます。民泊の運営なんか結構話聞くんですよね。僕の友人でも月何十万も利益が出ている人がいて、すごい羨ましい。シェアハウスの運営をしてると民泊やらないんですかっていうことを言われたりします。結論から言うとですね、この度僕も民泊を始めます。ついに始めることにしました。もう 4,5 年ぐらいずっとやらないなって思ってたんですけれども、今回はなんでシェアハウスを運営しているのに民泊をやってないのか、そしてなんでシェアハウス運営者から見た民泊がいいのか、あるいは悪いのか、なぜ始めることにしたのか、この3つについて話をしていきたいと思います。まず大前提として僕はですね、過去民泊の運営をしていたことがあります。シェアハウスの運営を本格的に始める前の話なんですけれども、食わず嫌いじゃなくて民泊っていうのはですね、いいところ悪いところを直接体験していたんですね。民泊の運営をしていた時のメリット、外国人の需要をつかむことができれば売り上げが立つということ。僕がやってた頃はコロナ禍が始まるずっと前で、外国人観光客が増えていた時期だったんですよね。その頃ホテルよりもコスパがよく泊まりたい、外国人にとってはちょうど Airbnb というサービスが出て、これがすごく流行り始めた時期だったので、すごく良かったの。市場規模が大きくなればなるように売り上げがどん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 増えていくので、当時民泊は作れば作った分だけ儲かると言われたビジネスでした。現在もそうなんですけど、民泊って毎月数十万の利益が生まれるんですよね。なので民泊で脱サラした人もたくさん知っています。ただそれを踏まえても当時の僕はその民泊を続けるっていう選択はしなかったんですね。個人的にはシェアハウス運営の方が楽だったからっていうのもあるんですけれども、民泊の場合は休みがほとんどなかったりとか、売上変動が怖いっていうことだったり、クレームが多発する、細かいやり取りがすごく手間だなっていうことを感じた。僕は民泊をやってた時はですね、一番大変だったのは時間に関係なく呼び出されてしまうっていうこと。それこそ年末年始に呼び出されることもあって、本当に休みがなかったんですよね。土日深夜に対応することも珍しくなくて、なんかあれ思ってたよりもずっと大変だぞみたいなことを思って、民泊っていうところはこういうところがデメリットだなと思いました。宿泊業って基本的に金曜日の夜とか週末の利用、外国の方だったら別のこともあるんですけど、こういう週末の夜とかもですね多いんですよ。なので民泊も同じように土日に稼働することっていうのがすごくあったんですね。しかも民泊って基本単発でしか利用されないんですよ。年末年始一番忙しい時は1日おきに人が入っていて、もうすごい掃除とか大変でした。清掃の人捕まえるのもできなかったので自分で掃除したりとかもしてました。長くても本当に数日とかなので売上が固定されるってことはなかったんですよね。どれだけ売上が1ヶ月で経つかっていうのは本当に未知数でした。先月の調子が良くても今月は全く利用がないみたいな可能性もありました。そうなると集客を結構頑張らなきゃいけなくなるので、不安な上にやること多くて本当に大変だったんですよね。精神的にもめちゃくちゃしんどかった。もう一つしんどかったのが急ぎの対応がとにかく多かった。まずは近所からのクレームですね。声がうるさいとか、部屋を間違えてよく訪ねてくるとか、キャリーケースの音がうるさいとか、ゴミ出しの仕方が悪いとかですね。事前に注意するように連絡してもさすがにカバーしきれませんでした。クレームが入ったら具体的に現地に行かなければならなくて、気に時間が奪われてしまうんですよね。民泊の主な利用者っていうのは外国人観光客なので、まあ外国の感覚で大声で喋る、どこの国かっていうところもあるんですけど、大人数で来ることが多いので、まあそういった時に外国の感覚で喋って相当響いてしまってクレームに直結するってことも多かったです。ルールがわからないまま使用されるってことも結構あって、ひどい使われ方をすることもまあ多々ありました。その時のことはですね、もう思い出したくないぐらい結構清掃でめちゃくちゃ苦労した。外国人の方だと、まあ、こちらの英語力ってこともあるんですけど、どうしてもコミュニケーションに限界があるので、日本人でも通じにくいことだったりすると余計に難しかったりとかします。日本の方でもマナーなってない方とかもいらっしゃるので、ストレスに思うことは多かったなというふうに思います。
大変だったのはお風呂が詰まってしまった時ですね。トイレとかならまだわかるんですよ。古い物件のトイレとかだったら詰まったりするのはわかるんですけど、お風呂ってどうやったら詰まるんだみたいなことはね、本当に思いました。大変でした。自由になりたくて独立したのに民泊を始めたら全然自由になるどころではなかったっていうところがあります。さらに悲しいことは、これだけ頑張っても稼ぐことができたのは本当に一時的だったんですよね。僕は2015年から2年間民泊を行ったんですけれども、まず1年目はだんだん売り上げ伸びていった。その1年後ぐらいからはだんだん売り上げが下がってきました。理由としては近隣に競合が増えて価格を下げないと全然利用してもらえなくなってしまったから、いろんなところと比較されるため、宿泊費を下げざるを得なかったんですね。当時、六本木、虎ノ門、麻布、広尾、早稲田、いろいろ拡大していったんですけど、だんだん運営を続けていくのは難しくなって、2年目からは縮小していった。今の活況な民泊っていうのも正直どこかで頭打ちになるなというふうに思っています。ただですね、これがいつ来るかわからないので、チャンスといえばチャンスかなというふうに思っています。以上が僕がこれまで民泊をやらなかった理由です。ブームに乗って始めたものの、どんどんしんどくなってしまったので、最終的には撤退することを決めました。オペレーション周りをもっと改善できたら、もっと利益を出せたかもしれませんが、正直そこまで熱量を持てなかったっていうことが一番の原因でした。結局僕はですね、人と関わるのが好きなので、同じ箱を使う業態でもシェアハウスの方が向いてるのかなというふうに思います。なんでじゃあ改めて民泊をやってみることにしたのかということについて話をしたいと思います。もともとシェアハウス用の物件ってずっと探してたんですけど、今回見つけた物件がどうしてもシェアハウスに向いてない物件、続き間の物件だったんですよね。箱自体は結構大きいんですけど、その続き間の物件って壁立てるのが大変だったりとか、壁立てることによって窓がなくなってしまったりするので、もうこれ大きな一部屋として使おうっていうことを思ったんですよ。大きな一部屋として使うなら、ちょっと今の時期はドミトリーが大変なので民泊でやってみようかなというふうに思います。正直ですね、今回は物件の巡り合わせで決めたところは大半なんですね。運が良かったというか、やってみようと思えるだけの熱量をその物件から得られたっていうところが大きな理由かなというふうに思います。最初お話ししたように民泊ってデメリットも多いんですよね。なので僕自身もやるかどうかはかなり迷ってるところなんですけど、もしですね、一回始めてみてダメだったらシェアハウス用に転用しようということで考えているので、今回一回ちょっとやってみようかなというふうに思っています。今回結構お試しなので、また全然違う結果になってしまうかもしれないんですけど、そのあたりもまた動画の方で撮っていけたらなというふうに思っています。どんどんレポートしていこうと思うので、この動画よかったらチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。